こんにちは、ライトウェーバーです。今日はですね、前回の動画の翌日、まだ鼻炎の真っ最中でですね、薬の、関係で眠くて仕方がないので、遠出はせずにですね、近場のランチで済ませようかなと、その間ちょっと思いついたことを喋ろうかなと思って、ブログ、元ブログにします。ですね、インドネシアで会社をやってる友人がですね、帰ってきた時にですね、お土産にジャコネコのコーヒーをいただきました。ご存知の方は多いと思うんですけれども、ジャコネコのコーヒーっていうのはすごい高級品でしてですね、その中でも特に高級なやつ、現地で、100g で3000円近くしたそうなんで、日本国内だと多分1万円はするだろうという、超高級なコーヒー豆を、もらいました。ジャコネコのコーヒーっていうのは、まあ、ご存知の通り、ジャコネコが食べたコーヒーの実、コーヒーの実を食べるんですね。で、封をすると。そうすると、中から種が消化されずに出てきますんで、その封を洗って、その取り出した種、要するにコーヒー豆ですね、のことなんですね。で、どうしても人間が人工的にですね、種を取り出すとですね、いろんな不純物というかが取りきれないんですよね。でさらに多分ジャコネコの体内の酵素なのか細菌なのかが分かんないですけど、のおかげで、実際に生の豆を見たことあるんですけど、普通のコーヒー の豆種はですね、こうちょっとこうシワが寄ってるんですけど もうきれいにツルツルなんですよ。で、コーヒー通に言わせると全く雑味がなくて、非常に美味しいコーヒーになるということなんですね。でもちろんジャコネコは熟した実しか食べないし、そんなに大量に生きてる動物でもないですから、取れる収穫量が少ない、糞を探し出してそれをさらに洗ってやるわけです。それは特に全部手作業でやるわけですから少ないんだけど、でそれがですね、普通の間では有名になって非常に高価なコーヒー豆になっているということなんですけども、すごく香りがいいんですよ。で私もですね、ジャコネコのコーヒー豆なんていうのは本当に何十年かぶりぐらいで口にするので、もう香りがすごくいいし、すごい期待して、飲んだんですけれども、けれどもなんですよ、ものすごく酸味が強くてですね、正直私の口には合いませんでした。好みそれぞれなんですけど、酸味の強いコーヒーがお好きな方はいいんでしょうけれども、私はどっちかっていうと酸味よりも苦味があった方が好きなんで、そういう意味ではちょっとね、1万円のコーヒー豆どうしようかなという感じで冷蔵庫に眠ってます。さてと、今からですね、行くのはさくらのキングスさんっていう、ハンバーグ屋さんです。
私 の, あのバイク仲間でもですね、キングスさんのハンバーグが好きな、連中が結構いててですね、たまにはあの食べたいという話もあるんですけども、まあちょっとね、一般的なハンバーグと違って、非常に大人なハンバーグなんですね。まあそういうこともあってですね、私もまあ好きではあるんですけども、そんなに頻繁にはお邪魔しないかな。実はもう1年ぐらい行ってないんじゃないかなと思います。家から近くなんですけどもね。はい、見えてきました。右手にありますね、キングスさんです。よっこいしょ。キングスさん、久しぶりに、いただきましたけど、やはり汗が吹き出るほどの、香辛料、黒胡椒ですね。うまかったです。そういえばね、全然話は変わるんですけれども、以前高円寺の方に行った時にですね、隣の阿佐ヶ谷だったかな、阿佐ヶ谷に行った時だったかな、高円寺だったかな、合わせたけど、洋食屋さんにこうお昼を食べに入ったことがありましてですね、でその時に、まあ、ウェイトレスの女の子が、あれは何だったっけかな、あ、そうそう、カラトリっていうんですか、チョキを持って、フォークとかナイフとかそういうのを持ってきてくれた時に、僕は普通にありがとうって言ったんですけど、その時にその女の子が驚いた顔して、ちょっと通り過ぎかけてたんですけど、戻って一歩半歩戻ってですね、まあ特に何か言われたわけではないんですけど、そういうことがありました。でちゃんとしたその洋食屋さんなんですよ。それでもそういうところで働いてる人は普段ありがとうって言われることないんだなと思って、そのことにちょっと驚きましたですね。それで別段特にサービスが良くなるってそういうバカな話ではないですけども、ちょっとね、自分のために何かしてくれた人、たとえそれがその、相手の方の、まあ、お給料の一部だとしてもですね、普通にありがとうって言っていいんじゃないかなっていうふうに思いました。それでこっちも相手の方もね、ほんの少しでも気分が良くなればすごいハッピーじゃないですか。まあ積極がましい話は嫌いですけど、
ぱ今日はね、ちょっと、食事に出たついでに、思いつくことをペラペラと喋ってみました。それではね、今日のところはこの辺で、よろしければチャンネル登録と、いいねボタンの方をお願いします。それではまた。